ホーム、宮崎空港駅は、宮崎県宮崎市大和赤江にある、九州旅客鉄道宮崎空港線の駅。同線の終着駅である。2003年8月10日に、沖縄都市モノレール線の那覇空港駅が、開業するまでは、日本最南の空港駅であった。島式ホーム一面二線を有する高架駅で、ホームは少しカーブしている。 駅舎から外に出るとすぐ前が宮崎空港旅客ターミナルビルの入り口とバスターミナルであり列車航空会社カウンター間の距離が短いエスカレーターエレベーターが完備されている JR 九州サービスサポートが業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている IC カード守護課の利用が可能で簡易守護課改札機が設置されている守護課は 緑の窓口や自動券売機で購入できる。タッチパネル式の IC カード対応自動券売機が設置されており、主語化ポイントのチャージや IC カードでの特急券の購入などが行える。また、改札内にも IC カードチャージ機が設置されている。また、2015年8月6日より、コータに実る作曲の接近メロディー、発射メロディーが使用されている。なお、 この曲は、ニコニコ町会議2015内のブースにおいて、小倉駅在来線ホーム、大分駅、宮崎駅の発車メロディの先行公開を行った際、会場に中継で参加した宮崎県知事のコ野の、春氏から、宮崎空港駅にも発車メロディを作ってほしいという、要望を受け、会場にシンセサイザーを持ち込んでいた高谷が即興で、制作したもので、曲名は、 ブーケンビリアンである。事務官コードは94万2201を使用している。2020年度の1日平均乗車辞任は321人である。当駅から宮崎市街地へは、宮崎交通の路線バスの方が便数が多い。一方、大分市、延岡市、日向市方面へは、当駅開業を境に直通バスがなくなり、競合する。 公共交通機関は存在しない。空港ビル周辺にも民家や空港以外の施設があることなどから周辺住民、施設利用者も当駅を利用することが多い。開業後の1日平均乗車辞任の推移は以下の通り。ホーム、発車表と列車ホームから空港内を取る当駅は宮崎空港の敷地内に位置し、駅北側にエプロン、 誘導路、滑走路が広がっていて、駅ホームから航空機や航空大学校と書かれた格納庫を見ることができる。南側には空港駐車場が広がっている。当駅の出入り口は旅客ターミナルビル1階の最も西にある、出入り口前、バス乗り場、タクシー乗り場でもある旅客ターミナルビル前歩道内に設置されており、ビル自体には直結していないが、 駅で入り口のすぐ隣に、ビルの出入り口ドアがある。旅客ターミナルビル1階には、弁当類、特産、名産の食品を売る店などがあり、駅寄りの場所には、金融機関の ATM もある。空港立地のため周囲は、平坦な地で、海までは東へ約1キロメートル強の距離である。海までの間には、病院、養護学校、ゴルフ場が存在している。なお、 航空大学校は滑走路を挟んで北側にあり、一般アクセスでの最寄り駅は南宮崎駅になる。宮崎空港バスを参照。ありがとうございます。